ブシュローさん、突然で申し訳ありませんが、お弁当を作ってきました。え、弁当？俺のために？はい、ご覧ください。これが鶏の揚げ物で、隣がお野菜の和え物、あとは卵焼きに軽く焼いたパン、疲労回復効果のある果物もあります。すごいな、色鮮やかな上に体のことまで考えられている。すみません、可愛い上に完璧なお弁当を作れてしまってすみません。お口に合うかどうか分かりませんが、よかったら召し上がってください。ありがとう。では早速いただこう。はっ、これはうまい。こんなにうまい弁当は食べたことがないぞ。あ、恐縮ですが、もっと大きな声でお願いします。なんだって？申し上げにくいのですが、もっと大きな声で、もっとたくさん褒めてください。もっと褒めるって、例えば？例えばと言いましたか？すみません、そんなアホな質問には答えられません。なんか急に辛辣になったぞ。褒め方ぐらいすぐに浮かぶと思います。こんな完璧なお弁当を食べているのですから。さ、どうぞたくさん褒めてください。あ、もしかしてあんた、めんどくさい人なのか？この間はお弁当を完食していただいた上、感想をたくさんくださってありがとうございました。いや、家と言われたから言っただけだ。ブシュロンさんの感想に感激して、また今日もお弁当を作ってきました。今日は大丈夫だ、自作のサンドイッチがあるからな。そんなこと言わずに、ご覧ください、これが今日のお弁当です。うわ、お魚を軽く炒めて卵を絡めたものです。隣はお野菜を牛肉で巻いたものと果物の盛り合わせ。月並みのお弁当で大変恐縮ですが、世界で一番愛情を込めて作りました。あ、いや結構だ、俺にはサンドイッチがある。失礼ですが、それだけでよろしいのですか？そんな粗食で満足できますか？できませんよね。さ、遠慮なく、食べないなら捨ててしまいますよ。それはもったいない、いただきます。うまい。食べた瞬間に心も体も喜びの声を上げる。第一声としては悪くないです。でもそれだけではありませんよね。え？恐縮ですが、今日は前よりもみっちり褒めてください。前よりもみっちりだと？まず個々の料理を褒めると同時に、お弁当箱を褒め、それを選んだ私の感性を褒めてください。それから、これを作った私のどういうところが可愛いかというところまで。心苦しいですが、そこまでお約束いただかないと、これ以上は食べさせません。めんどくさい。しかしこうなるって分かっていたのに食べてしまった。どうしたのです？お約束できないのですか？できないというなら、口から手を突っ込んで今まで食べた分を引きずり出しますよ。え？あ、分かった、褒めるから待って。心ゆくまで褒めるよ。はあ、ゴルドマリー、どうした？そんな暗がりに座り込んで。ブシュランさん、
他の皆さんにもお弁当を作って差し上げたのですが、感想を言わされるのが大変って言われちゃって、ガーンとなってズーンと落ち込んじゃいました。かわいそうに、みんなまだまだだな。え、確かにあんたはめんどくさい。めんどくささの世界王者も夢ではないだろう。でも少しずつ慣れていって、今ではまあ可愛らしく思う。ブシュランさん、あんたのめんどくささは俺にとっては魅力の一つだなんて思うやつもいるから、気にしないことだ。ありがとうございます。今のお言葉で元気になってきました。ニッコ、1000万ゴールドの笑顔が戻ったところで、お料理してきますね。料理？ええ、ブシュロンさんにまたお弁当を作って差し上げます。今からか？また長々と感想を言わされると思いましたね。でもご心配なく、もう言わなくて大丈夫です。ブシュロンさんはもう十分に褒めてくれました。一生分と言えるほどに。だから何も気にせず、普通にお弁当を味わってください。またたくさん褒めるさ。あんたがもっと笑顔になれるまでな。本当ですか？どうした？あなたの優しさが嬉しくて、今日は涙風味の塩辛い味付けになるかも。涙風味、涙と聞いただけでもらい泣きが。感受性が豊かすぎませんか？でもそれもブシュロンさんの魅力の一つ。私だって分かっているんですよ。ではお褒めの言葉を楽しみにしつつ、すぐに作りますね。俺も楽しみにしつつ、褒める準備をしておこう。